はいどうも、橋本なりです。翔平 TV をご覧の皆さん、本日ですね、翔平さんの誕生日ということで、今から自分翔平さんの家に行くんですけど、この前ですね、自分翔平さんに自分の誕生日の時にプレゼント、タンプレでメディシンボールをいただきまして、今日タンプレを買って行こうと思います。でこれ配信が翔平 TV なんですけど、群馬県高崎市の SY スポーツさんっていう、過去にですね自分が5回ぐらい来たことある野球ショップ来てるんですけど、翔平さんがですね欲しいものを聞いて、この前ノックバットが欲しいと言ってたんですよね。で昨日の夜自分店舗を2店舗ぐらい回ったんですけど、なんかこれっていうのがなくて、なんか希望が青色らしいんですよ。青色のノックバットらしいので、今ちょっと SY スポーツさんですね、買っていこうかなと思います。ちょっとじゃあ買いに行ってきます。はい、というわけで、なんと奇跡的に青のノックバットが1個だけありました。ではですね、これを購入しましたんで、今から翔平 TV ハウスに向かって渡したいと思います。翔平さんには多分ノックバットみたいなのを話はしてたんですけど、写真とか物とか何も送ってないので、どういうリアクションかっていうのですね、翔平 TV でお伝えできたらなと思います。じゃあ持ってきます。今から入間に向かいます。はい、というわけで翔平さん、はい、今日誕生日ということでおめでとうございます。ありがとうございます。去年もやりましたよね。そうっすね、良平さんと撮ったやつ。そう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 。ちょっとこの動画上がってる時には良平さんからのプレゼントみたいな。あ、それはもうこの日に動画が上がる。ああ。今日の夕方上がってるんですよ。あ、なるほど。確か前回は自分と良平さん一緒に打ち合わせしたんですけど、うんうん、今回ちょっと予定合わなかったんで、うん、別々っす。そうっすね、はい、前回は大雨の中。あ、そうっすね、グラウンドのそばの部屋の中でやりましたけど、はい、その時もすごいね、びっくりしましたよ。そうっすね、はい、今回自分の誕生日メディシンボールをいただいたじゃないですか。はい、で今回お返しということで翔平さんに希望を聞きまして、うんうんうん、ちょっとオープニング喋ったんですけど、昨日の夜2店舗探したらなくて、えそれが、え、はい、で今日午前中行ってきましたね。まあ、はい、なるほど。でちょっとこれを今から渡すので、はい、その動画を撮りたいと思います。わかりました。はい、ちょっとじゃ持ってきますね。はい、はい、行ってきます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。帰ったけど嬉しいですね。今日は撮影日じゃないけど、今日動画上がってるのが良平がタンプレをくれた動画上がってるんですけど、まさか誕生日当日に、まあ、つかっちゃんも来てくれて、おいくんも来てくれて、この後良平もね、良平もこの後来るってことなんで、ありがたいです。ありがとうございます。泣けますこうやって何歳になりました？33歳、ゾロ目なんでね。なんかつかさ最近どうしてんだろうっていう、なんかコメントとか、コメントっていうか DM とか来るんですけど、最近何してんですか？まあなんだかんだやってますよ。なんだかんだやってんすか？そうです、裏方で。裏方でね。はい、持ってきました。持ってきました。どこですか？はい、ですね、この年になると、この年になると自分のもそうなんですけど、はい、なんかある程度欲しいものってもう買ったりとかできるじゃないですか、うん、だから結構自分も言われるんですけど、何を渡したらいいかわからないみたいな、はいはい、野球系なのか日常で使うものなのかって時にやっぱ使うものがいいかなと思うんですよ、うんうん、その生活というか、うん、日常的に野球する時とかにっていうので、いつも自分それ考えてやってるんですけど、今回こちらにしました。何ですか？こちらですね。はい、野球といえばなんですけど、バットなんですけど、え、その普通のバットじゃなくて、ワニなんとか。ああ、ワニなんとかじゃない。まあとりあえず開けてもらえますか？わかりました。はい、袋のメーカーは関係ないですか？袋のメーカーはあんまり関係ない。次タンプレってなんかもらうだけで嬉しいよね。なんか食べ物とかでもいいなと思ったんですよ。ああ、開ける瞬間にね。ああ、そう、通知はないんで、あんまり。ええ、おお、おお、ノックバット。ノックバットです。ありがとうございます。欲しいと言ってたんで。そうですね、自分もメディシンボールを希望して買ってもらって今使ってるんですけど、うん、翔平さんがノックバットを使う、ノック打ったりするのに使うっていうので、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。欲しかったっす。あれですね、希望が自分は最初赤を買おうと思ったら、うん、今青が欲しいみたいに言ってましたね。そうっすね、なんか赤とかそういう強い系の色なんか最近よく見るから、はい、逆にちょっと落ち着いたという。逆の青、はい、青のノックバット持ってないなと思って今まで、はいはいはい、おお、はい、めっちゃ綺麗。いいっすね。
めちゃめちゃいい。 Z いいよね。多分91センチかな。うん、うん、はい、なんか欲しかったんですよね、はい、ノックめっちゃするんで最近。あのなんか要望であの公式が打てるやつにしろっていうのですいません、はい、最初ね、軟式、なんかこれじゃいいんじゃないですかって話だったんだけど、軟式用だったからなんか柔らかいやつだったんで、これ多分あの硬い方なんですよ。そうだね。なので公式も打てるやつですね。めっちゃしっかりしてる。はい、取材とか行くときに非日常を味わってもらいたいなって思って、はいはいはい、はい、中学とかさ、はい、女子野球とかそこでいつもやってる監督さんが打つよりかは、うん、こういうなんか普段打たないのが打つノック、それはまあ僕が来たことによって非日常をなんか感じてもらえて、そこからこう先つながるようななんか、はい、もう感じ取ってもらいたいなっていうので、まあ、記念にもなるでしょうね。そう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 、はい、まあ、動画にもなるっていうのもあるし、はい、確かにそうノックするっていう、まあ、そこぐらいしか多分なんかね活躍できないかなって。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとこれで打ってもらって、めちゃめちゃ利用します。はい。はい、あとは、はい、多分今日動画で良平さんから上がってるってことなんで、あ、そうですね。はい。多分これは別の動画になると思うんですけど、はい。もうこれは自分からっていう感じで。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。33歳ですけど。そうですね。ちょっとね、はい、あと2年したらもう40代になっちゃうからね、実際この時期に。はい。はい。まさかそんなね、年までこうやってね、もう10年ぐらいの付き合いじゃないですか、約10年ないぐらいかな。代々木公園から始まり、そう8年、7、はい、8年ぐらいですよ、はい、大井くんと塚っちゃんは5年ぐらいか、うん、いつぐらいだっけ塚ちゃん、いつだっけ。そんぐらいですね、多分2019ぐらいだっけ、18、その辺ですね、18、19ぐらい、ブランド、そう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 、大井くん2016じゃなかった、17に俺が YouTube 始めたから。ああ、じゃあそうそう、16だから、はい、16、はい、ほんと8年、8年9年ぐらい。そう、なかなかそこまでずっと交流してる人ってなかなか俺もいなくて。そうですね、浅い人はいるけどここまで深くね、で互いにこういろいろ頑張ってるじゃないですか、いろんな場所で誕生日集まってもらえるのは嬉しいことなんで、ありがとうございます、はい、またこの後岡村さん来るってことなんで。そうですね、岡村さん何か持ってくるかもしれないですね。いやいや、そんなことしないですよ。多分なるべく早く来るっていうのを多分優先してると思うんで、はい、で今日の朝、はい、当日今日の朝もあのギフトで、デジタルギフトでおーおーハーゲンダッツ送られてきた。おー、6個ぐらいのやつ送られてきた。あ、はい、あれ太らす系かなって。去年はダイエット系だった。あ、そうですね、今年太らす系か。そうです、まあありがたいので、はい、美味しくいただこうと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりだ。はいっす、お久しぶりです。久しぶりの登場 で、はい、元ベイちゃんの塚さです。おめでとうございます。ありがとうございます。スカちゃんとは動画外で多分一番合ってんじゃないかっていうので、うん、保証人ですから保証人ですね。そうそう、いろいろお世話になってますね。裏でね、そういう感じでやってて、うん、そうなんですよ、情報とかしながら、うん、動画の何編集法とかも共有しながらやってるんですよ、実は。だから YouTube やんなくなってもこうやって交流できてる、そこはなんか、まあ、嬉しいなと思いますし、うん、まあ、彼も彼で今いろんなことやってるんですよね。いろんなことやってる、いろんなことやってるんでそれちょっと僕も興味、どんなことやってるのかなって興味で、いろいろ彼の趣味とかそういうのもちょっと足を片足突っ込んで一緒にちょっと遊びに行ったりとか、スカちゃんとはまあ あんまりここでは話せないような内容が多いのであれですけど、でもちゃんと健全な、うん、なんか取材の話とかもいろいろしてくれるし、編集の話もしてくれるし、必ずそういうクリエイターとしての会話ももちろん10で言ったらまあ2、3ぐらいは2、3ぐらいは会話して、あとの 70% とか 80% はちょっとこう出せないような話を、人生のね、そう人生の楽しみをね、そう人生の楽しみ方を、はい、教わったりしてる感じはね、大井くんもぜひとも 20% ぐらいちょっとこっちにちょっとたまにはね、そうですね、そういう楽しみ方もあるよっていう、なんかその何自分の中のね、うん、なんか経験をこう積むのもいいのかな、うん、そうそう、こういう世界あるよ、人生経験ね、そうそうそう、大変だと思うんで、もちろんあと明日から関西行くんだから、あらら、そうっす、もう飛び回ります。なのに今日休みたいなのに来てくれたから、うん、試合やって野球やって、そうわざわざ群馬で野球してんのにこっちから来てくれた、そうっすよ、大好きみたいな、どんなこと、そうっすねスーパースターですから、スーパースターですからね。で今日ね、誕生日プレゼント、本当の誕生日プレゼントを忘れちゃって、それ動画出せないでしょ忘れちゃったんで、あとお土産とかもね、はい、忘れちゃったんで、ちょっとこれマックで、おわ、いいんすか、新作のやつ、あ、新作、おいしそうね、おいしそうね、新作作った、作ったんすか、元々作ってないです、あ、作ってないです、買いました、おめでとうございます、ありがとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます。で、今日はやっぱみんなにやっぱ来てもらったんで、まあちょっと
喋りましたけど、はい、タコパをみんなで、素晴らしい、若いやつがやるやつ、はい、年一行事にしたいです、ね、年一行事ね、若いやつがやるやつをやってますけど、休みっぽいっすよね、うん、野球のグラウンドでなんかやるっていうよりかはこういう室内とかでねやってるわけ。今汗だく、はい、汗だくで死にそうなんで、暑いっすよ。そうですね、暑いっすけどね、まあ後で岡村さんも来ますし、はい、まあ、パワープロをね、全部買ったんで、あ、そうですか、どうして、スイッチね、うん、買ったんで、まあ、やりながら、たこ焼き食べてはい、行きましょう、はい、はい、ありがとうございます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 。ラスサマーな格好してますね。いや、あの、司さんに言われたくないと思って、これめっちゃ重い、あ、そうです、何これ、アイス、おぉ、アイスを飲んでる、これブリュレ、ビュレですよ、ブリュレ、ビュレ、おぉ、ありがとうございます。ただね、1個見つけたんだよ。何見つけたの？スプーンがね、家にある